ボールドルーラー、ボールドルーラー、1954年4月6日から1971年7月12日は、アメリカ合衆国のサラブレットの競争馬、シュボバ。競争馬時代は、同世代のギャラントマンや、ラウンドテーブルら強力なライバンを相手に、プリークネスステークス、トレントンハンディキャップなどに勝ち、1957年、アメリカ年度代表馬に選ばれた。 タネボバとしての成績が顕著で、アメリカリーディングサイヤーの座に8度輝いた。代表産区は、アメリカ産観馬、セクレタリアトなど。場名は大胆な支配者のイ・ボールド・ルーラーは、その父、ナス・ルーラのシンジケートを形成していた馬参加、グラディス・ミルズ・フィップスの要する、ホイートリー・ステーブル、ウィートリー・スティーブル名義のもと、ケンタッキー州レキシントン郊外パリの、 クレーボーンファームで1954年に生産されたサラブレッドのお馬であった。母馬ミスディスコはクレーボーンファームの馬長であったアーサー・アンコックが27,500ドルで購入した繁殖品馬でフィップスはハンコックから同馬を譲り受けてクレーボーンファームで生産を行っていた。ミスディスコは繁殖品馬として多数の活躍馬を出し、その中で 最も活躍したのが第4個のボールドルーラーであった。生まれた4月6日には、同じクレーボーンファームで、後のライバルなる、ラウンドテーブルも生まれていた。ボールドルーラーは、対抗16ハンド1.5インチ、約166.4センチメートルで、後にボールドルーラーが出す3区に比べると、小柄であったが、同世代のギャラントマンなどと比べるとややきな、馬体であった。あと、 ムクロが発達しており、デイリーレーシングフォームの記者チャールズ・ハットンはその馬体について、長い骨盤とそこから皮節までの波外れた長さおよび金星の取れた関節と歪めを持っていると言及している。顔つきは、額から鼻までの微量、鼻筋が膨らんだ、と等で、これは父、ナスルーラに似ているものであった。同じ父で、上の世代であったナシュアともよく比較されており、 スポーツイラストレーテッド氏の記者ホイットニータワーは2歳頃のボールドルーラーに対して同じ時期のナッシュは比べて小柄で軽めだが予測不能なナスルーラー譲りの気象はよく似ていると評している一方で口元が弱くまた口述する怪我により慢性的な関節炎を持病としていた突起がない限り競争はすべてダートコースのものの1956年ボールドルーラーは ジェームズ・エドワード・フィッツ・シモンズ調教師に預けられ、競争馬として訓練を重ねた。ボールドルーラーは装軸でトレーニングを始めて間もなくにハロンを22秒で駆け抜けて周囲を驚かせたという。フィッツ・シモンズは、ボールドルーラーについて、調教の時は最高にいい馬なのだが、競争に出ると怠け者になってしまうと語っていた。同年4月に、 ニューヨーク州のジャマイカ競馬場の未勝利戦で早々とデビューを迎えると、これを後続に三馬新半差をつけて楽々と勝ち上がった。続くジャマイカとベルモントパーク競馬場でのアローアンス、一般定量戦を連勝すると、5月2日のユースフルステークスでステークス競争勝ちも収め、さらにジュベナイルステークスでは5ハロンを56秒で走り抜けて、 フロリダの強豪キングハイランに勝利した。しかし、ボールドルーラーはゲートに難があり、安城を務めたエディアーキャロもゲートに入ると、途端に別の馬になってしまうと語っている。事実、ユースフルステークスで発走の際にはゲートに後足をぶつけてしまい、以後左の施設に持病を抱えるようになってしまった。また、ジュベナイルステークスの後に念座を発症、秋まで休養に入っている。 9月24日に迎えた復帰戦のアローワンス競争では、ナッシュビルという馬の2着に敗れたものの、続くベルモントパークでの一般戦、6ハロンではニアークティックや広報図、アイアンリージといった同世代の競合を1分9秒80のタイムで破った。翌戦のフューチュリティステークス、6.5ハロンではボールドルーラーが一番人気となり、それに応えて2着クリークゲームを2馬身1。 4差で、破って、ゴール、1分15秒20のタイムで優勝している。この時点で、ボールドルーラーは2歳世代トップクラスの評価を受けており、同じく2歳世代トップと目されるバービゾンとの対決が注目されていた。10月27日のガーデンステート競馬場で行われた、ガーデンステートステークス、8.5ハロンは、 登録料の積み立てで総賞金は319,210ドル、一着賞金は17万ドルに膨れ上がっていた。一番人気に支持されたボールドルーラーのほか、バービゾンやアイアインィージなどの競合馬19頭が集まって、2歳戦の大一番となっていた。この競争を制したのはバービゾンで、一方のボールドルーラーはゲートで暴れて出遅れてしまい、 道中で力を使い果たして17着と大敗を喫した。11月6日のレムゼンステークス、ジャマイカパッテンゴハロンは、ボールドルーラーの同年最後の競争となったが、ここでも出遅れて、失速、安城のアーキャロは途中で馬を止めてしまった。この年、ボールドルーラーは10戦7勝の成績を残し、バービソンに次ぐ2歳フリーハンで第2位にランクされた。しかし、 8.5ハロン戦に連続での大敗から、ボールドルーラーにはスプリンターであると評価され始め、クラシック候補から外れかけていた。ボールドルーラーの早熟を懸念したフィッツ・シモンズ長教師は、早い時期に勝ち倉を積ませたいと考え、3歳になった1957年の1月から、フロリダでボールドルーラーを指導させた。3歳初戦は1月30日の、 アイアリアパーク競馬場でのバハマステークスナナハロンで、ここでは126ポンドを積まれながらも、12ポンド軽いジェネラルデューク相手に4馬進半差をつけ、1分22秒00のトラック対レコードで優勝した。翌戦2月16日のエバーグレイズステークスでは、再びジェネラルデュークよびアイアンリージのカルメットファームの2頭と対戦と、 なり、以後フローリダ戦線では常に靴輪を並べていった。この競争はキューハロンの中距離戦であったが、再び12ポンド差を与えていた、ジェネラルデューク相手に、頭差の2着と検討、この距離でも戦えることを示した。3月2日のフラミンゴステークス、ハイアリアパークキューハロンは総賞金10万ドル、金量差のない定量戦、122ポンドで行われた。レースは、 フェデラルヒルの引っ張る早い流れの中、ボールドルーラーは、ジェネラル・デュークを首差を抑え込んで1分47秒00のトラックレコードで優勝、中距離適正を証明することに成功した。フロリダ戦線の最重要競争である3月30日のフロリダダービー、ガルフ・ストリーム・パーク・キューハロンには2万5000人の監修が集まる中行われ、ここでは一転して、ジェネラル・デュークが、 ボールドルーラーを一場新反差で破り、1分46秒80の世界タイレコードで優勝している。この3競争とも、3着に入ったのはアイアン・リージ、であった。フロリダダービーの後、フィッチ・シモンズ調教師は、ボールドルーラーをニューヨークに戻し、4月のジャマイカ競馬場で行われた、ウッドメモリアルステークス、キューハロンに出走させた。ここでは、 ギャラントマンとの対決になり、ボールドルーラー安城のアーキャロは、スローペースを作って楽勝するかに思えたが、最後の直線で、ギャラントマンが猛然と追い込み、共に1分48秒80のトラックレコードで、ゴール、花さで、ボールドルーラーが、ギャラントマンを下した。1957年5月4日の、ケンタッキーダービー、チャーチルダウンズ10ハロンには、ボールドルーラーのほか、 アイアンリージやギャラントマン、ブルーグラスステークスを制してきたラウンテーブルなどが集う一方、本来最も人気を集めていたジェネラルデュークが発行のため当日に出走を取り消していた。このため当日に集った約9万人の監修が選ぶ一番人気にボールドルーラーが押し上げられ、単勝オッズは2.2倍にまでなっていた。レースはフェデラルヒルが先頭に立ち、 その後ろにボールドルーラー、その後ろ三番手にアイアンリージがつける展開で道中進んでいった。残りにハロンというところでアイアンリージが先頭に襲いかかり、残り一ハロンの標識時点でアイアンリージがフェデラルヒルをハンバシン捉えると、そこに後方一機のギャラントマンが猛追してきた。この後、ギャラントマンは暗上のウィリーシーメーカーがゴール板を誤認して失速、その隙に、 アイアンリージがゴールに花ささ禁じて飛び込んで優勝を手にした。一方で、ボールドルーラーは直線で失速、ラウンドテーブル3着にも抜かれて4着で競争を終えた。この競争でのアーキャロの起乗について、手綱を早く引きすぎて失速したのだと責める声もあり、アーキャロ自身も後年、ボールドルーラーは実に頭の良いやつで、私より、 よく競馬を知っているとしか考えられない。何しろペース配分まで自分で勝手に決めるんだから。ケンタッキーダービーでは手綱を引きすぎて、彼に悪いことをしたと今でも思っていると語っている。続く2巻目のプリークネスステークス、ピムリコ9.5ハロンは5月18日で、ギャラントマニア、ラウンドテーブルが回避する一方で、ボールドルーラーはその5日前に行われた。 プリークネプレップという8.5ハロンの一般競争に出走、これを勝って本番に臨んだ。プリークネスステークス当日は32,856人の監修が見守る中行われ、有力場が回避したこともあって、アイアンリージが1番人気単焦2.2倍に押され、またボールドルーラーは2番人気2.4倍と人気を分けていた。小回りで直線の短いピムリコ競馬場で、 先行策を取ることを暗示た陣営は、この日のためにボールドルーラーに後方に、スリットの入った特注のブリンカーを用意、また繊細な口元につけるバグも改良した。レースが始まり、ゲートが開くと、フェデラルヒルとボールドルーラーが戦闘争いを始め、結果ボールドルーラーが先手を奪う。2番手にフェデラルヒル、そしてアイアンリージは、フェデラルヒルの2羽進行方につけて、 前半が進んでいった。前半4ハロンで46秒40というハイペースでフェデラルヒルが足を使い果たして下がっていく中、アイアンリージは安上のビルハータックが合図をかけるものの反応は鈍く。一方でボールドルーラーは止まることなくゴール1分56秒20のタイムで優勝を手にした。アイアンリージは2バシン離された2着、首差で3着に 大穴55倍のインサイドトラクトという馬が入っている。6月15日に迎える三冠最終戦のベルモントステークス、ベルモントパーク12ハロンまでの短い間、ボールドルーラーは急用に当てられて永気を養った。アイアンリージが骨折のため回避した同競争において、目下のライバルはピーターパンハンディキャップを制してきたギャラントマンで、ボールドルーラーとギャラントマン。 および、キャントマン陣営のペースメーカーであるボールドネロは、共に単勝4.9倍と人気で並び立っていた。レースは、プリークネスと同様のボールドルーラーによる素早いスタートダッシュに始まり、先頭に立つボールドルーラーに、ボールドネロが追いかけることで、ペースを大幅に上げる展開を繰り広げていた。10波論通過時点のタイムは2分で1秒40で、 これは、ワールアウェイのケンタッキーダービーでの総破レコードタイムと同じという驚異的なペースであった。その10ハロン時点で、ギャラントマンと安城のシューメーカーは動き出し、先頭までの7場審査を縮め始めていった。ギャラントマン浜もなく、ボールドルーラーを捉え、その先に残っていた、インサイドトラクトをも突き放して8場審査の圧勝、ダート12ハロンの全米レコードを15年ぶりに、 塗り替える2分26秒60のタイムで優勝した。ボールドルーラーは、インサイドトラクトから4馬身を遅れて3着で、ゴールしている。フィッツ・シモンズ調教師は、ベルモントでの競争後、私の馬は12ハロンには向かないな。ケナ夏のシカゴ、アメリカンダービーや、アーリントンクラシックでは、問題ないだろうさと自走構想を語っていたが、その後、ボールドルーラーが、 アフリカ睡眠病を疑わせる無気力状態を呈したため、9月まで休養に当てられている。休養明けは9月9日のナイターハンデキャップ、一般競争、6ハロンで、ここでは128ポンドを積んで、7ポンド軽い、グリークゲームを1分10秒20のタイムで破っている。5日後のジェロームハンデキャップ、ベルモントパーク8ハロンでは130ポンドを稼せられる、ものの、 17ポンド軽いビュロークレーシーという馬を6馬身、離して優勝、1分35秒00のトラックレコードも記録した。次に迎えた、ウッドワードステイクスは10ハロンの中距離戦で、ここではコバデディケートとギャラントマンに敗れて3着に終わっている。中距離路線で負けこそすれど、短距離路線では依然として猛威を振るった。10月9日のボスバーグハンデキャップ、 ベルモントパーク7ハロンではコバを相手にしながらも、トップ派での金量130ポンドを課されたが、それでも2着馬に9馬審査をつける圧勝。さらに勝ちタイムの1分21秒40は51年前に、ローズベンが記録したものを0秒60縮める、トラックレコードであった。続く、クイーンズカウンティハンデキャップでは、8.5ハロンではさらに133ポンドを、 積まれたが、それでも22ポンド軽いプロミスドランドなどをまとめて、破り、その先のベンジャミン・フランクリンハンデキャップ、8.5ハロン、では136ポンドと、さらなる金量を積まれながらも、今度は27ポンド、軽い2着場相手に12場審査の圧勝劇を見せている。11月9日のガーデンステート競馬場で行われるトレントンハンデキャップ、10ハロンは、 賞金総額7万5千ドルが用意されており、年度代表判争いの決定戦となる、年末の大一番として目っていた。ボールドルーランの他にもラウンドテーブルや、ギャラントマン、さらにデディケートなどが登録していたが、デディケートは破工のため登録を取り消しており、実質的にはすでに3歳3強と評価の固まっていた3党による直接対決となっていた。この競争で、 ボールドルーラーは、ラウンドテーブルとギャラントマンよりも2ポンド軽い金量が稼げており、これは、ボールドルーラーがこの距離での実績が薄かったことに、起因していると考えられた。大方の予想通り、ゲートが開くと、ボールドルーラーが足早に飛び出して先頭に立ち、そこにラウンドテーブルが4馬身ほど後ろにつける、展開でレースは始まる。バックストレッチでは、 ボールドルーラーとラウンドテーブルの差は8バシンほどに広がり、ギャラントマンがその後ろ2バシンほどつけていた。コーナーに入って、ギャラントマンが追い込みをかけ始めたが、ボールドルーラーの勢いは止まることなく、直線に突入、2分で1秒60のトラックレコードで逃げ切りに成功した。2バシン半離された2着に、ギャラントマン、さらに8バシン半離された3着にラウンドテーブルが、 入った。安城を務めたアーキャロは、勝利後に、彼は、ナシュアよりもいい馬だ、彼こそが永久だよと語っている。ボールドルーラーは、同年16戦11勝、獲得賞金415,160ドル、ケンタッキーダービーでの4着を除いて、着外なしの成績を収めた。デイリーレーシングフォームの記者十三名による、年度代表馬選考において、 ボールドルーラーは、最多の16票を獲得、同年の年度代表馬に選出された。ボールドルーラーの4歳シーズンは足首に異常があった、ことから遅くなり、5月17日のトボガンハンデキャップ、ベルモントパークロクハロンからであった。133ポンドのトップハンデを課せられた、ボールドルーラーであったが、それでも16ポンド軽いクレム相手に1分0九秒00のタイムで優勝している。 以降のボールドルーラーには常に133ポンド以上が稼いられる過酷な競馬が続いていったが、フィッツ・シモンズ調教師は、うちはニューヨークの旧社だから、どんなに金量を積まれてもニューヨークで競争したいと重ンでにも自信を覗かせていた。続く、カーターハンディキャップ、ベルモントパーク7ナナハロンでは、旧与明けのギャラントマンとの久々の対戦となり、 ギャラントマンが128ポンドの一方、ボールドルーラーには135ポンドが積まれた。それでもボールドルーラーは1分22秒60のタイムで勝ち、2着に22ポンド軽いティックトックという馬、3着にギャラントマンが入った。翌戦のメトロポリタンハンディキャップ、ベルモントパーク8ハロンはギャラントマンとの最後の対戦となり、135ポンドを積んだボールドルーラーは、 130ポンドのギャラントマンに2バシン、離されて2着に敗れた。自走には、ローズベンハンデキャップ7ハロンが登録されていたが、さらに重い138ポンドが課せられたためこれを回避、その後登録したスタイミーハンデキャップ9ハロンに133ポンドを積みながら出走し、21ポンドのハンデサをつけたアドミラルブーという馬を小バシンちぎって優勝した。 続いてのサバーバンハンデキャップ10ハロンでは、同競争歴代3位の金量134ポンドが課せられ、最後の直線で109ポンドのクレムに猛烈に追い上がられたが、これを花さで抑え込んで勝利をもぎ取った。さらに、モンマスパーク競馬場で行われたモンマスハンデキャップ10ハロンでは再び134ポンドが積まれたが、113ポンドの シャープスバーグという馬を3、4馬審査で破って優勝している。7月26日に行われたブルックリンハンデキャップジャマイカ9.5ハロンではついに136ポンドが課せられたながらもボールドルーラーは出走した。しかしこの競争ではハンデと距離に苦しみ直線では力なく走って八頭立ての7着に破れる惨敗を喫した。さらに競争後に 左前詞の旧節を晴らして、箱を停止したため、続行不能と見て、競争を引退することになった。この年の年末、デイリーレーシングフォームとモーニングテレグラフ詞の選ぶ年度代表馬選考において、ボールドルーラーは1958年の最優秀短距離馬に選出された。評価の出典、引退後の1959年、ボールドルーラーは、 クレーボーンファームに戻され、チンジケートを組まずに、ホイートリーステーブルとクレーボーンファームのプライベートシボバとして活動を開始した。1963年にボールドルーラーの初年度産区が3歳になると、ラムチョップなどの活躍により早くもリーディングサイヤーの座を獲得、以後1969年までの7年連続、及びセクレタリアとが三冠を達成した1973年の 計8回のリーディングを獲得している。種付き量は公表されていなかったが、1970年当時で、およそ3万ドルであったと推定されている。ボールドルーラー3区には早熟の馬が多い傾向にあり、リーディングさーながらもセクレタリアとが出るまでは、クラシック競争に縁がなかった。後継主母馬にも恵まれ、中でもワットアプレジャーが1975から76年の、 ラジャババが1980年のリーディングサイアーの座を得ている。ただ、孫世代のタネボバの時期が、ミスター・プロスペクターの活躍時期と重なってしまったこと、またセクレタリアとの繁殖成績が過剰な期待に応えるものでなかったこともあり、その勢力伸長は鈍化している。その中で父兄が最も伸びているのは、ボールドネシアンの子孫で、シアトル・スルーを介して伸びる父兄が、流星。 21世紀初頭においても、マリブムーンやタピトなどの子孫が活躍している。子孫は、ボールドルーラーの身体的特徴をよく伝えており、中でもボールドルーラーの43のインブリードを持つ AP インディは、それが顕著と言われる。日本へもボールドルーラーの子孫が、種ボバとして輸出されている。日本でも流行し、自家後のステューペンダスが、東京優秀。 日本ダービー馬ラッキールーラーを、孫世代のダストコマンダーとロイヤルスキーが、それぞれ、サツキ賞優勝馬アズマハンターと、大歌賞優勝馬アグネスフローラーを出した。この他、三世代目に当たるパーシャンボーイは日本で、外国産馬として走り、宝塚記念を勝っている。突起がない限り、いずれもアメリカ産、アメリカ超強馬、タネボ馬として絶頂期にあった1970年の、 種付けシーズンが終わった頃、ボールドルーラーは痩せ細り、苦しげに呼吸をするようになった。原因は競争場としては極めて珍しい鼻腔の癌で、鼻からの出血も多くなっていた。このため、ボールドルーラーは治療のために、オーバーアン大学に送られ、全身麻酔の上での鼻腔の使用除去、及び放射線治療による癌細胞の抑制が試みられた。この手術の回あって、 ボールドルーラーは復活し、翌年1971年にも37頭の貧馬に種付けを行ってた。しかし、同年の種付けシーズン後に使用が首に手に発達しているのが発覚する。所有者であったグラディス・フィップスもすでに前年に没死していたこともあり、1971年7月12日に安楽死の処置が取られた。没後の1973年、 アメリカ競馬名誉の電動博物館は、ボールドルーラーの競争成績を評価し、その電動入りを発表した。このほか、アケダクト競馬場は1976年に、ボールドルーラー班で切符を創設し、また1999年には、競馬場法師、ブラッドホースが選ぶ20世紀のアメリカ名馬100、1000において41位に選出されている。母馬ミスディスコ。 は1944年生のディスカバリー産区で、アルフレッド・グーウィン・バンダービルト2世が生産した馬であった。バンダービルト2世は1945年に第二次世界大戦へ出生しているが、それに際して所有していた一切馬を売り払っており、その中にミスディスコも入っていた。ニューヨーク州メドーブルックで行われたイヤリングセールにおいて、ミスディスコは、 シドニーエシュッパーという人物に2100ドルで落札され、アンソニー・パスキュマ長教師の順一の元競争生活を送り、1947年のテストステイクスや1948年のインターバラハンディキャップなどに優勝、6歳まで走って、生涯で54戦10勝、8250ドルの賞金を稼ぎ出していた。引退後はハンコックに購入されて、 フィップスが譲り受け、以後、クレーボーンファームで繁殖品馬となった。ボールドルーラー以外の主な産区では、第2個でナスルーラと最初に配合されて生まれたインディペンデンス。1952年生が障害競争で活躍。また1955年生の第5個、ナスコがさらなくハンデキャップで優勝している。1957年生の品馬フーリッシュワン。 父、トム・フールは、未出走で繁殖入りし、ファニーフェロー、ローレンス・リアライゼーション・ステークスなどプロタント、ホイットニーステークなど、マンデラ、プリンセス・ロイヤル・ステークスなどの、ステークス・カチューマ3頭を輩出、マンデラに至っては、セントレジャーステークス優勝馬タッチングウッドを出すなど、メス系伸ばしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。